腹筋をしてもお腹がへこまない、そういった方におすすめなフロッグ逆プランクを紹介します。通常のプランクとは異なり、仰向けで行うプランクです。今回のプランクを行うことでお腹が出なくなる姿勢、根本からお腹をへこませる筋肉というのが身につきます。たったの30秒です。動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。なかなかお腹がへこまない人の多くは骨盤を立てる力が弱くなってます。これは腹筋と股関節の周りが関係しています。股関節がどうしても内巻きになっていると骨盤が前傾して反り腰になってしまう。お尻の力が抜けてしまいます。股関節を外旋させるお尻の筋肉を鍛えることで骨盤が立ちやすく、反り腰が改善されてお腹がへこむ姿勢が作れます。それでは紹介します。はい、まずは足を開いてください。スマホは前に置いてもらって、これでまずつま先を外に開く、股関節を開く練習をしていきます。これをやった後にプランクを行います。これをまず30秒間いきます。スタート。しっかりつま先を開きます。股関節から外に開く感じです。これが股関節が開いた時にお尻が実は締まってるんです。これがすごく大切です。O 脚 X 脚、内股の人はしっかり開いてください。股関節を外に回すことをやってください。はい、 OK です。はい、次に替え足を作ります。足の裏は離します。この状態で後ろに肘をついてお尻を上げる、下ろすっていうことを繰り返します。結構辛いですが頑張りましょう。スタート。これでお尻を上げた時に股関節がしっかり開いてお尻を締めることができていると思います。この今の骨盤の角度の状態が骨盤が立っている状態になります。お腹がへこませている状態になります。お尻上がんないよって方はね、かなり反り腰なので、これをしっかり続けてやってください。はい、 OK。 今度は後ろに手をついて指先外に向けてお尻を上げたままキープです。いきましょう。スタート。この状態でキープ。スマホは下に置いて確認しながらやってください。しっかりね、お尻を高く上げてお腹をしっかり引っ込めてください。グッと。お尻がね、痛くなってればバッチリ効いてます。お尻の力が強くなるとお腹がへこみます。頑張って。よし、はい、 OK です。次は今の状態でこのように動きます。いきましょう。スタート。こういう感じね、スクワットをするイメージです。ワイドスクワットをやってるイメージです。手首痛いよって方はね、少し手の幅を広げてください。足伸ばした時のお尻を締める。しっかり股関節開いて、はい、 OK です。ラストは肘ついて足広げてお尻を上げたままキープ。最後お尻を痛めつけましょう。いきます。スタート。これがラスト。もし辛くなったらね、手でお尻少し支えてもいいです。できれば離して。これがね、めちゃくちゃお尻とね、股関節に効きます。頑張って。ふぅ、お尻が痛い。頑張って。スクワットとはね、ちょっと違うお尻の痛さですよね。これがね、大事なんです。よし、あー、ケツが痛い。お疲れ様でした。今回の股関節を開いてお尻を締める、この2つがうまくできてくると骨盤の位置が正しい位置に戻って、お腹がへこむことによって下腹ぽっこり、こういった内臓下垂にならなくなって正常の位置に戻ってお腹がへこんできます。お尻があんまり上がんなかったよって方はこの動画を1週間ぐらい続けてみてください。今回は背面の運動になりますので、タートルフィットネスの PDF を手にした方は火曜日や金曜日などに運動に合わせて行ってください。
お尻上がったよ、上がんなかったよ、辛かったよとかっていうのはコメントで教えてください。グッドボタンも忘れなく。今回もご視聴ありがとうございました。